このアングルただただ最高やな。どうもチャップです。スプラトゥーン2をプレイしていきたいと思います。ということで今回はですね、昨日に上げたラストフェスの動画をもうちょっとね詳しく皆さんに紹介していこうではないかという動画ですね。まあでも情報がもういろいろ出てるんで、もう知ってると思うけどさ、もう一回付き合ってくださいよ。でね、最後にね、僕ちょっとこれ気になってることがあるんで、ラストフェスについて気になってること、ここをね一番見てほしいけど、ここをこうこうこうする前にまずねお題のおさらいからしましょうか。お題はコントンバーサス秩序なんですよ。こんな感じの画像ですね。なかなかかっこいいですよね。どっちの方が多いんかな、混沌と秩序。なんか混沌の方が多くなりそうなデザインのような、なんちゃらこうちゃらなような気がしますけど、どうなんでしょうかねっていうこと。なんかさ、簡単じゃないかって言うんやったら、なんか混沌じゃないかみたいな言ったらえなりかずきのモノマネになるみたいな、そんな情報なかったっけ。混沌秩序みたいな、えなりかずきになるみたいな、まあ、どうでもいいんですよほんまに、それはしょうもないそれでお題が混沌 VS 秩序なんですけど、それでね、フェスでですね、縄張りバトル、プライベートマッチかな、プライベートマッチの縄張りバトルのルールでですね、なんかフェスが楽しめるようになってるみたいなんですよ。1回目のフェスから合計で何やったら24回ぐらいやってるのかな、全ミステリーゾーンをプライベートマッチの縄張りバトルで楽しめるっていう、これめちゃくちゃお得ですよね、ほんま。皆さんフレンドの人たちとね、ミステリーゾーン楽しみまくるね機会、もうめちゃくちゃいい機会ですよ。まあ遊びまくれますよ。散歩とかもできるんでね。あ、昔のミステリーゾーンこんなんやったんやとかさ、フェス参加できひんかった人がさ実際に体験できるとか、これねすっごいめちゃくちゃシンプルにめちゃくちゃいい内容やと思ってます。それでね、プラスね、その縄張りバトルのフェスでね、通常のあのステージね、夜の風景も楽しめるみたいなんですよ。いつも昼ばっかなんですけど、フェスの時は夜でしょ。その夜の風景も楽しめることができる。これ楽しいですよ。もうこれもいつもと違う感じを味わえるんでね。ファンタスティックな気分になれんちゃいますかね。花火とかもパン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 打ち上がってるしね。あとはなんかインクカラーも選べるみたいですよ。例えば赤 vs 黄色とか青 vs 紫みたいに自分で好きなカラーリングもできるんで、もうすごいよ。イルミネーションできるですよ、うん、できるですよって変になりましたけどね周りの風景と合わせて自分たちの戦ってるインクもそうマッチングすることができるっていうね、もうシンプルに綺麗。ただこれはね、全部プライベートマッチでしかできないということだけ皆さんね注意しておいてくださいということでね、今まで喋った内容の画像がこんな感じ。それでね、ラストフェスに合わせてね、新ギアも出るんですよ。皆さん、とりあえずね、先にこれは画像見て。やばいでしょ、頭になんか魚の化石乗せて、隣はね、北斗の剣の雑魚敵みたいな、モヒカンみたいなギアですよ。やばいでしょ、コントン。いかつすぎですやん。もうなんか、ザ・ヤンキーみたいな。すごいかっこいいですよね。それでね、秩序は秩序でね、すごい未来感出てるんですよ。なんかあのバイオショックに出てきそうなね、なんか何海底調査団みたいなね、金キラ、金じゃないね銀のメタリックなね、ヘルメットみたいなの被ってるんですよ。シンプルにいいで、これどっちも面白い。でね、その横よ、そのヘルメットおじさんの横は何やろな、カタツムリに侵食されたメガネみたいなのかけてるんですよ。めちゃくちゃ原宿系ファッション VS 渋谷系みたいな感じ。全然もう完璧な僕のめちゃくちゃ自分の意見ですけど、これバリバリ 100% 主観的な意見なんですけど、もうすごい、もう本当にもうギアがね面白い。新ギアどっちも面白いんでね、ぜひればって感じますけど、できれば全部欲しいめちゃくちゃいいギアなんでね、それも楽しみですよっていうのがな、まあ、フェスのラストフェスのまあ情報かな。ほんでね、僕一番最後、これがね一番言いたかった、これが一番言いたかったんですけどね、まあ、とりあえずねちょっと画像見てください。このねラストフェスの画像に映っている左上ぐらいにね、あおりちゃんがねスプラトゥーン1の時に出てたスペシャルのメガホンレーザー持ってるんですよ。メガホンレーザーね、それプラス画面の画像のね右側の
当たり目村長とかさ、ホタルちゃんが乗っている下にイーダボムがあるんですよ。オクトエキスパンションの最終ステージラスボスで出てきたイーダボム、このメガホンレーザーとレーザーメガホンレーダーメガホンレーザーやなあてなとイーダボム、これねラストフェスのなんかギミックになってんじゃない、ミステリーゾーンの。それがね個人的にめっちゃ気になる。これめちゃくちゃ気になりますよね。絶対なんかあると思ってるんですけど、いやスプラトゥーン3でまたなんかこれでなんちゃらこうちゃらなるんか、それともミステリーゾーンになるか、これがね僕ねラストフェスの動画で一番言いたかった。これがもうシンプルに言いたかった。もう皆さんめっちゃ気になってきてるでしょ。うん、噛み合ってますけどね、それぐらい興奮してるんですよそれでね最後に一番最後に見てもらった画像のね左下にねタコアサ将軍いるんですけどね、タコアサ将軍ねコジャッチ君にねちょっとかじられて食べられてるんですよ。そこもね見どころやと思う。はい、ということでですね、めちゃくちゃもうやばいほど喋ってしまったんで、あとはですね、このターミネーターのね、アーノルド・シュワルズ・チャップのね、シュワちゃんならぬね、まあ、ターミネーターちゃんになってね、試合の方頑張っていきましょうかね。まあ、2試合しましょうかね、2試合。うん、これはもうほんまにめちゃくちゃフェスファンキーやでと、フェス楽しまなあかんでっていう動画なんで、2試合いきましょう。んで、武器はスプラチャージャー。お、久しぶりのチャージャー。ターミネーターギアにぴったりやん。はい、1試合目はね、箱ホグ総合で頑張っていきましょう。箱ホグ総合いいんちゃいますか？ここめちゃくちゃチャージャー使いやすいんですよ、僕的にね。もうシンプルにいいということでね。さあ、はい、頑張っていきましょう。まあ今回ゴルゴ30ならぬ、ほんま、アーノルドゴルゴチャップやからね。もうめちゃくちゃもうシュワちゃんの力借りていきましょう。もうダダダダダス言いますから。あ、でもこれスコープついてないんか。ダダダダダスって、ダダダダダス、ダダダダー。あ、でもチャージキープできるぞ。ダダダダス、ダダダダダス。あ、全然当たれへん。こんな当たれへんことあんのかっていうぐらい当たりませんでしたね。まあそういう時もありますやん。ダダダダダス、自分にナイスと。何もしてないのに自分にナイスっていうね。まあ、まったり行きましょう。そうか、チャージキープできんのか。でも当たらんぞこれ。大丈夫か、チャージキープしてそこから出てくる敵を。うーん、出てけへんかったね。完璧な予測打ちかと思ったんやけど、あ、でもコンペートボムがあると。チャージャー、おお、やったー、ナイスチャージャー当たらんかったらボム使ったらいいんですよ。めちゃくちゃ分かりやすいっしょー。はい、オッケーと。何も OK じゃないけど OK って言ってこう自分をこう高めていく感じね。こう自分を高めていきましょう。自分をこう高めていきましょう。待って、これ何、あ、ハイパープレッシャーか。魔漢コースアップやったら僕いけるよ。魔漢コースアップの達人ってよく言われてましたからね。魔漢コースアップのチャップの力見せていきましょう。おお、やったら自分ナイスね、当たるっしょ。これ射線を隠してドンや。射線を隠してドン、射線を隠して、射線を隠してドドンがドン。当たらんでもダイナモの人がそっちに行っちゃいましたよ。大丈夫かな、大丈夫大丈夫。インテル入ってる、インテル入ってるから、セキュリティ、あ、右のセキュリティがないやつですね。待って、これどうしたらいいんやこれ。あ、プレッサーや。敵にもピッコロがいましたね。敵の方がちょっとピッコロっぽい色ですもんね。僕ちょっと負けてるな。ピッコロ力が足りへんかということで、んー、ごはーん、あ、当たらへんそこおんねん、そこに怨念がおんねん。 でこれ降りてくのか。降りてきてもいいぞっていうアピールをしつつ、チャージキープをこう粘りつつ、オッケー、にゃー、今2枚キルできそうになった。おお、マジかマジか、魔法ショート、マジかマジかやった、ほんまに。あ、ナイス、味方の勝。でもやっと1キルできましたね。アイカスイヤさん、いってらっしゃいと。そう、魔法ショート、マジかマジか、んー、コンペイトーマジか、ドーンイエーイ、ドンキホーテキルに成功いたしました。あ、味方たちがやられてる。ん、プライム、あれ何もんや、ちょっと分かれん。まあ、ああ、バイバイバイ味方の人にね、やられる可能性が大いにありますからね。これあれやん、コンペイトボを投げたらキルできるやつでしょ、これね。え、できてないやん、自分にないですやん絶対できると思ったのに、で、ケンチ。悲しミートボール、悲しミートボール、あ、当たらない。あん、悲しミートボールと。ほんで、これコンペイトボも投げといて。はい、ドーン、無理やん。悲しみのミートボール。ちょっと待って、全然キルできんやん。あ、やばい、マカンコースアップ来た。ピッコロ、ピッコロ、ピッコロ。ピッコロがおんねん、的に。でも、ここフィールドが広いからね、こうやってキューって軽やかに避けることができます。あ、上にカロリーナがおるな。カロリーナ3世。どうやって倒そうかな。これ待って、僕何もしなくない。いやー、自分にナイス、完璧。今の直線はいけるな、これはいける。 OK、 グーグル、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 めっちゃグル、 OK、 グーグル、 OK、 グーグル、ラスト3枚キルいけましたね。まあ、これがスプラチャージャーの力なんですよ。勝てましたね。まあ、僕はもう安定のチャージャーポジション、真ん中にずっとおるだけっていうね、簡単でしたよ。敵の人に芋掘りされんくてよかった。見て、チャージャーのほら、これ、なんか三国志みたい。三国志って西遊記か、孫悟空みたいな、なんか、ルル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 ル
敵等かいうことありますけどね。次も武器変えて頑張っていきましょう。さあ次に選ばれる伝説の武器は一体何なんでしょうか。気になるところです。ということでロングブラスター、おーロングブラスター、どっちもまあまあ射程長い。はい、2試合目はねビーバースパークで頑張っていきましょう。まあロングブラスターもパン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 やってるだけなんでね、パン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 やってたら吐かせるオムツロングブラスターってなると思うんで、さあ頑張っていきましょう。9番ボムを添えつつですね、でもインクお兄ちゃんになりやすいですね。9番ボム投げたらね、ちょっと9番ボムちょっと投げ方がええぞこれ大事故を起こす。あでもこれ上とかにねこれ十分にインク回復させて投げたら敵の人の牽制になるかもしれん。あなんか下にあんのか、まあ、で武器構成何敵の人の、あカタツムリおんのか、カタツムリね、カタツムリの武器名忘れたな、どう違わせたっけ。オッケーいける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 、ほらいけるいける、これがもうロングブラスターなんですよ。わかります皆さん、これがロングブラスターなんですよ。これがね、これが、あこれちょっと一発ダメージ当たってるか、無理か、無理や無理やな、おちょっといやいやいきなりのカーボン魔法少女マジかマジか出てしまいましたけどね。あ、イカ忍者イカ速、それいいですよね。なんかローラー言うたらイカ速イカ忍者みたいな、謎のあの流行りがありますからね。その流行り僕めちゃくちゃいいと思う。ナイス、押していきましょう。ロングブラスターごっこしていきましょうか。これ潜んでる可能性もあるんですが、まあ、爆風でなんとなくごまかせるという素晴らしい特典付きでもありますが、あ下に俺これ、いやいやいや、ちょっと待って、カーボンここ届くんかいなんかカーボンローラーがね、なんかこうカンカーンって、わかりますか、こうカンカーンって、なんかカミソリカーブみたいなカンカーンって2回なんか、うん、カーボンローラーが折り曲がったようなね気持ちになった僕今2回ほど、まあ、それがカーボンローラーやなって感じ。これ距離詰められたら一瞬でお花畑やからな、これちょっ今のは皆さんめちゃくちゃロングブラスターの弱点が出た。距離詰められたらあかんねん、だからまあ上からパン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 してたらいいかもしれませんね。ほら場所見えてるしね。はい、ナイスです、ありがとうございます。さあバッタリ行きましょう。右から行くのは危険かな、でも右濡れてないしな、でもまあロングブラスターやったら別に濡らんでもいいのかな。うわーおっぷねー、たまたまのたまたまの直撃、来た来た来た、花火、あー一回ちょっと壁に阻まれた、いやジェボリンライスロー、ね、このゴリ押しの爆風にやっつけるがあるん、これがロングブラスター、カーボンローラーの人生き返ってそろそろ追っていくんじゃん。9番ボムとか置いておきます。もうそれが怖い、あこれ登ってきそう、あ登ってけん、あー怖い怖い怖い、これ一番怖いやつや、これ一番怖いやつ、めちゃ怖いやつ、おーめっちゃ来てるやつ、これ9番ボムをねこれ添えとくわけなんです。ほんでこれバーンって一緒にみんなで倒せば怖くない、いけるかないけるかな、いやーナイス、味方の人感謝永遠に。えどこにカーボンローラーっておんの、そしてやばいんちゃん潜伏してる可能性ありますからね。イカ親から、あこれ絶対いける、これ絶対いけるぞ、これ絶対いけるやつ、早かったちょ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 、あ、いける、これいけるかな、あ、でもこれ上がってくんじゃ、いや、完璧、読み通りですやん、あ、カーボンすいませんね、ってことは、あとはバレルスピア、いけるぞ、これいけ、花火台、花火台ですばっけ、いや、完璧空中射抜く、この力、インフィニティでしたね。はい、これカーボンの人、処理しときましょう、ここで、オッケー、グーグル、オッケー、あ、そこにもおんのか、いや、ここ、先打ちして直撃も取っちゃいます、ありがとうございます700個までいくかな。はい、ということでこれがロングブラスターでしたね、まあ、強いですねどっちもね、距離入られへんくて自分の距離感で戦ったらもういつの間にかサンタモニカで勝っていますと、もうロングブラスターの爆発に感謝永遠に。さっきも 50% ぐらいちゃいましたっけ、全然記憶ないんですけどね、なんか50-50で50-50、まあハーフ&ハーフみたいな感じでしょ、まあ、全然よくわかりませんけどねまあとりあえずね武器は楽しめたんで、皆さんラストフェスもね楽しんでくださいという話にね無理やり持ち込んでいきましょう。ラストフェスね、いろいろ楽しみがあると思うんですごい楽しめる。特にね僕何回も言うんですけどね、ラストフェスの最後の一覧の画像みたいなやつ、あそこのメガホンレーザーとイーダボム、これだけには注目してくださいということで終わりにしましょう。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録コメント高評価お待ちしております。ではバイバーイ。